ですよ。沖縄の新聞何してるんですか。まあ、とりあえず今日はですね、はい、スペシャルなゲストの方をお呼びしてますので、はい、ゲストの方をご紹介する前にオープニングいきましょう、はい、そうですね、よろしくお願いします、はいはい、まずは、はい、8位だよ、ナヌさんのこれもあやさん自動、はい、さあ中国海軍がですね、はい、さっきの話ですけれども、もう大変なことになりましたよ、ね、とうとう来ましたね、来ましたね、あれ、まあ、なんで県議会議員選挙の結果を見てきたっていう話もありますけど、そうなんですか、はい、そうなんですか、なんかそうらしいですよ、どうも聞くところによると、まあ、ではそういう話もしながら、はい、ね、今宵も宜野湾ヒルズ通りでお送りいたしますよ、木曜夜8時、ナルさんのアンヤタンジノン、はい、略してナルさんのアンジノ、アンジノ、はい、はい、この番組は少し懐かしいミュージックに乗せて、はい、あんな話こんな話もございます、はい、そして今日はですね、素敵なゲストの方もいらしてますので、はいね、はい、いらっしゃってます、ね、皆さんお楽しみに、はい、後ほどよろしくお願いします、はいはい、はい、どうぞ、はい、番組ではメッセージも募集しております、はい、メールアドレスは797@fmgino1.com です、はいはい、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております、はい、ありがとうございます、はい、ツイキャスの方もね、うんうん、やっておりますし、サイマルラジオですね、そちらもネットでラジオ聞けますので、はい、FM ギノワンのホームページから見てみてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、楽しみに、はい、この番組は、うん、日本語と英語の学びの奥へ、はい、バイリンガル教育のビジビースクール、はい、ありがとうございます、うん、オリジナルプリントのプリント沖縄、ありがとうございます、はい、オフィスクリエイティブウィングプラン、はい、ありがとうございます、みんなの今日も元気な役に指導、うん、以上、ね、スポンサーの方々とその他、はい、たくさんのサポーターの皆様のご協力でお送りいたしております、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、改めましてこんばんは、メインパーソナリティのナルさんです、はい、こんばんは、みなじさんです、はい、かりんです、はい、そして今日は、はい、本日のスペシャルゲスト、はい、小木孝之さんでございます。こんばんは。はい、こんばんは、小木です。こんばんは、よろしくお願いします。よ, すようこそおいでくださいました。みんな髪かなんかかぶってかぶってるから喋っていただけてない。はい、本日はですね、はい、保守の論客。うん、論客。すごいですね。ということで、はい、本土からの方から見た、うん、このおかしな沖縄のお話をお聞きしたいと思いますので、うんうん、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、今はちょっと沖縄県民なんですけど、あ、そう、そうですよね、そうそうそう、まあ、内地に30年以上住んでて、うん、はい、まあ、内地と沖縄の比較は結構できるかなと思います、ね、あ、そうですよ、行ったり来たりというか向こうに住んで、こっちに沖縄に住んでって感じですよね、はい、じゃあ後ほどまたよろしくお願いいたしますね、はい、お願いします、この番組ではですね、テレビでは映せない、ラジオでも話せない、うん、まして新聞には書けるはずもない、うん、シークレットな話題や情報も取り上げていきたいと思いますので、はい、そうですね、はい、皆さんよろしくお願いいたします、ね、よろしくお願いします、ね、はい、はい、では、まあ、本当は緊急企画沖縄が案内をしたいんですが、ね、まあね、とりあえずは選挙のことで、はい、まあ、はい、レギュラーのコーナーで行かせていただきたいと思います、はい、じゃあちょっと本日のね、はい、コーナーを紹介したいと思いますよ、CM じゃなくて、はい、うん、コーナーその1 はい、アンヤタンフォークソングの歌詞、はい、どんなですか小木さん、フォークソングは、小木さんフォークソングは どうですか、あ、自分あの結構松山千春さん好きなので、おお、北海道ですってよ ね、はい、ね、ご出身が、そうなんですよ、マシュロじゃないな、はい、はい、はい、フォークソングのコーナーがあるんです、うん、は、はい、はい、そしてコーナー、コーナーじゃないコーナーその2、はい、未来さんの一と雫の水先案内、今日噛んでますね、ごめんなさいね、今ね、あのね、飴玉食べてる、緊張してます、飴玉食べてる、あ、そうですか、ダメ、はい、じゃない、はい、そして、はい、コーナーその3、はい、沖縄県議選挙の総括と、うん、参院選挙、はいはい、この3つのコーナーをお送りしたいと思います、はい、はい、では CM、 はい、CM あります、はい、笑顔と真心を込めて、お問い合わせは 937-1111 アイレ
ラジオに置いてる子供たちの未来を想像します。北谷町北前ビージョンクラブ交差点に今日も元気に開校中です。あきさみよぎらん、さあ参りますよ。コーナーその1、あんやたんフォークソングの歌詞、略してアンカシのコーナーでございます。何回目かな、もう何回目、30回ぐらいになる、30回ぐらいになりますかね、はいはい。このコーナーでは、うん、昔ね何気なく聴いていたフォークソングが、はい、実はですね深い意味があったと、うんうん、あった、はい、ね、と今一度確認するコーナーでございます。そうですね、はい、さて今日はですね、はい、小木さんが北海道出身ということで、はい、北海道のフォークシンガー、うん、松山千春さんではなくですね、あ、もう一人のけれども、もう一人の双璧のビッグアーティスト、ヤマハのポップコーン、はいはいはい、出身、はい、中島みゆきさん、はい、中島、ね、ポップコーンって、ポップコーンじゃないよ、ポップコーンですと、あ、はい、この方も北海道の中島さん、ね、北海道ですね、北海道さん、ね、うん、松山さんとは年齢的にどうなんでしょう、同じくらいですか、同じくらいだ、ちょっと詳しく分かんないんですけど、うん、そうですよね、中島みゆきといえば、うん、自分の父親がよくあのカーラジオで聞いてましたね、あ、それで自分も聞いて、あ、そうなんですか、あ、よくじゃあ、やっぱりあの地元ではローカルで流れていたと、中島みゆきさんが、まあ、ラジオ番組を持っていた、うん、たりしたわけではないんですけども、あ、なるほどね、まあ、さっき言ったようにあの自分の父親がカーラジオで流しているので、STB ラジオという名前、ね、ありましたね、あ、そうなんですか、はい、北海道に、北海道 STB ラジオ、STB ラジオ、あ、そうなんですか、千春さんはよくそっちで持ってました番組ね、知ってますね、そうか、はい、そうかそうか、はい、そうですよね、全国的な人でも北海道ではローカルな人ですからね、うん、結局ね、そうですね、さて、はい、ではですね、はい、中島みゆきさんの数多い、はい、ね、楽曲の中から、うん、今回はですね、はい、カントリー調の、カントリー調、中島さんにしてはその珍しい、フォークなんだけどカントリーっぽい、はい、明るい、明るい、はい、中島さんにしてみれば明るい、はいはい、小石のように、小石のように、僕あんまり知らない、知ってる人知らない、誰も知らない、小石のようにで全然明るさが見出せないんだけどこれいい歌なんですよ、ちょっとね、はい、ご紹介したいと思いますよ、うん、これは歌詞を、はい、これはですね1979年です、はい、79年ですね、ちょうど自分生まれた年です、ね、あ、そうなんですか、おめでとうございます、そうなんです、ね、3月21日なんですよ、あ、3月21日、それは違うね、それは違うね、れた誕生日は、あ、そうだった、それはあれですか、未来さん、あ、関係未来さんだった、はいはい、で作詞作曲は中島みゆきさんで、はい、編曲はあの、はい、石川貴彦さん、ね、もう名、超有名な、ね、ギタリストみたいな、ね、そうですよね、有名ですよね、めちゃくちゃもうね、うん、アコースティックは、でこの曲のちょっと歌詞をですね、はい、ご紹介したいと思いますよ、はい、小石のように、うん、山を下る流れに乗せて、うん、まだ見ぬ景色憧れ焦がれ、うん、転がり出す石は16歳、16歳、流れは重い石だ、石が転がってくるんでしょうね、うん、上からね、はいはい、旅を止める親鳥たちは、うん、親鳥ね、うん、かばおうとするその羽が塔に、うん、雛鳥には小さすぎるといつになっても知らない、うん、おー、なるほど、石から鳥になっちゃいましたね、ここで鳥ね、はい、うん、お前お前、はいはい、耳を塞いで、うん、さよならを聞いてくれない、うん、止めどもなく転がり出して、はい、石は初めて振り向く、うん、これはもうこの石は ね、 ねやっぱり転がり出してね、うん、止まれなくなってから、ね、16歳で家を出てみたいな、なるほど、イメージじゃないですか、はいはい、なるほどね、はい、いきますよ、はい、川はいつか幅も広がり、うん、暗く深く小石を削る、うん、石は砂に、うん、砂はよどみに、うん、今や誰にも見えない、うん、これもなんかすごい石ですよ ね、 なるほどね、そういうことですか、うん、はい、お前お前、うん、海まで100里、うん、座り込むにはまだ早い、うん、石は砂に砂はよどみに、いつか青い海原に、うん、お前お前海まで100里、うん、座り込むにはまだ早い、うん、砂は海に、海は大空に、そしていつかあの山へ、砂は海に、海は大空に、うん、そしていつかあの山へ、すごいと思いませんか、ね、壮大だ ね、 すごいね石が砂になって海に行って、うんうん、空に行って、うん、山に、いつかは山へ、いつかはそうそう、うん、あ、もう戻っていくというね、すごいね、すごい、いろんなところに、これね、そのお前お前海まで百里、座り込むにはまだ早いっていう、うん、フレーズを聞くたんびに、うん、まだまだ頑張れるよっていう、あ、まあ、頑張れるぞという
ふうにね思ってしまう今日この頃でございます。なるほどね。僕は全く初めて多分聞く歌だと思います、ね、初めて聞くと思います、はい、皆さん詩を見ても全然覚えてない。これはですねアルバム親愛なるものへというアルバムで、はい、ミキさんの5作目ですね。5作目この中に入ってるのがタクシードライバーとか、うん、あーね、あの有名なねとか狼になりたい、あこのアルバムに入ってます。名曲が入ってますね。他はそれ知ってるんですけどこれだけなんで知らないのかな。アルバムも見てないでしょうか、ね、聞いてないでしょう、ね、はい、はい、では、うん、ちょっと早速ね小石、ね、のように聞いてみましょうね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、1979年。いかがでしたか。こんな曲想と思わんかったでしょ。いや思いのほか明るかったよ。なんか撮ってるぞ。ごめんなさい。明るかったでしょ。あ、なんか初めて聞きましたね。中島みゆきにしてはこのね、うんうん、はい、なかなか今とちょっと声違いますよね。違いますね。そうですよね。やっぱり当時のね、うん、やつですからね。これ若いといえば若いんでしょうね、はい、この曲を探すために、うん、はい、買いました CD。 買った、はい、このアルバム買ったというのは、
ヤフオクで。ああ、なるほどね。中古品じゃないけど。なるさんはどうしてこの曲知ってたの？前アルバム買ったんですか？このアルバムを買ったというか、誰かから多分借りたんでしょうね。高校ぐらいの時に。なるほどね。借りて聴いたと思います。はいはい、思い出があったと。これ全部わかるので、このアルバムに載ってる曲は。うんうん、はい。なるほどね。ちょっとしたジェネレーションギャップなんですけどね。79年高校だったって、まあ、結局僕ら生まれたっていうのこぎつ、奈良さんと僕しかリアルタイムでは分からないかもしれないね。結局ね、そうですよね、うん、18くらいですからね。はいはいはい、うん、そうなんですよ、はい、カリンちゃんも生まれてませんね、はい、カリンちゃんも生まれてないんだまだ、うん、あの世じゃないこっちの世界にいるあの世あの世って誰、失礼しました。さあ、はい、では次のコーナー行ってみたいと思います。はい、はい、その前にこれね、8時だよ、なるさんの今宵もあんやたん技能。さあ、コーナーその2、未来さんのひとしずくの水先案内。今日はどうかな、どんな話かな。はい、未来さんのひとしずくの水先案内ですね。まあ、ずっともうに、放送開始でいくと、まあ、29回、30回ぐらいですか。ですから、いろんな話をしてきましたけど、一度ちょっと原点に今日は戻ってみようかなというふうに思ってます。で、僕がこのひとしずくの水先案内で一番伝えたいこと、これ何度も何度も申し上げてますけど、琉球という沖縄を、まあ、今、あんまりいいイメージではない言葉として広まってますけども、その琉球という言葉の発祥は1372年ですね、当時の民、今の シナとか中国は当時民という国でしたが、その国から与えられた送り名として与えられたのが、台湾は古琉球で、この沖縄の本島は、まあ、大琉球、大琉球ですかという名前をもらったと。でそれが約450年間ぐらい、まあ、500年近く続いてるんですが、いろんなものから類推して、そのいわゆる琉球という言葉によって沖縄はがんじがらめになった、自縄自縛になったというのが僕の考え方です。でこの琉球という言葉を全部取っ払った方が、本来沖縄の持つ力、沖縄県民の本来潜在的に持っているものがより強く出てくるんではないかというのが、僕のこのひとしずくを始めようと思ったきっかけですね。で、もともとこの沖縄は、まあ、これは信じても信じなくてもいいですけども、かつて約1万4000年ぐらい前にあったと言われているムー大陸という大陸が太平洋上にあったという説があります。で、この説の一番端っこがこの沖縄だったと。で、そのムー大陸がある日、まあ、いろんなことがあって沈んで、で沖縄はその一番端っこだったので沈まなかった。で沈まなかったがゆえに、沖縄でよく言われている二来家内という海の底にある母なる国、これはムーのその繁栄を享受したムーという国がある日突然沈んでしまって、自分たちの母なる都がなくなってしまった。これは海の底に沈んでしまったということで、この二来家内という伝説が伝わっているというふうに僕は解釈している。これはまあもちろんいろんなものはありますけど、学術的には結論言うと正直でわからないというのが結論なので、で僕はそういうふうに解釈してます。で、この沖縄の本来持つ力、いわゆる琉球という名前をもらう前、1300年よりかもっと昔の琉球、いわゆる沖縄ですね、この島は一体どういう島であったのかというのは、今沖縄に残っているものを一つずつ拾い集めていくと、かなり線と線、点と点、点と点を線でつなぐようなものが出てくるんですね。で沖縄の人たちの、今沖縄っていうのは非常にこう、まあ、さっきの最初の冒頭でもありましたけど、やっぱり沖縄というのはいろんな意味で今、あんまりいい評価を受けてないです。けれど、本当の沖縄っていうのはそうじゃなかったんじゃないかっていうのが僕の考え方です。ですから、この本当の沖縄を取り戻すために、まあ、琉球独立とかちょっと忌まわしい言葉として言われてますけど、琉球って言葉を、まあ、本音で言うと廃止しませんかというのが僕の
あれですね。でその言葉をあの取り去った後に出てくるいろんな堆積物、500年間の堆積物をのけた後に出てくるもっと昔の遥かなる沖縄、遥かなるこの沖縄の魂スピリッツというものを、よるレキオスとかいう言い方もありますけど、そういうふうなものをですね取り戻したいということで、このたった5分間の話を始めました。ですからまあ今日はちょうど9ヶ月ですかね、番組始まって。いやもうそんなになるか。8ヶ月9ヶ月目くらいですね。ですから、うん、あと残りというか、まあ、10月まで1年間とりあえず続きますけども、その中で、もっとこれからその沖縄の本当の姿を取り戻すためのたった5分、わずか、これはひとしずくという意味で5分なんですけども、このひとしずくの話をこれからも続けていきたいと思います。どうかあの楽しみにしていただきたいと思います。今日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これ琉球っていうのは小木さん、アメリカ JHQ のね、アメリカも使ったんですよね、琉球っていうの。だから琉球大学とか琉球銀行とかね。あ、そうですね、琉球大学作ったのはアメリカですか。アメリカですよね。だから琉球と日本を分断させて、アメリカもそういう作戦を取ったということで、うん、ちょうど全部ね分かれてますよね。琉球新報、沖縄タイムズ、うん、琉球銀行、沖縄銀行、まあ両方ね。で沖縄銀行、琉球新報、テレビ OTV、ね、沖縄テレビが大体一緒で、うん、琉球放送と琉銀とタイムズ大体一緒、うん、そうですね、つるんでますよね、うんうん。まあね、いい本当にノスタルジーというか、いい方向に使ってくださればいいけど、うん、今のイメージは本当に琉球っていうのは悪いイメージになっちゃったので、独立もうね、独立とか向かってますからね。そう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 、ね、北京の方で勝手に琉球沖縄独立論を言われたりしてますから、勝手にやってるから、だから悪いイメージしかないですよね、はい、うん、はい。まあこのコーナーね、最後にまた一曲、ね、うん、1曲でちょっと今日はロックの日、ロックの日だしですね、6月9日、はい、ロックの日なので、はい、なんかね、あ、そうですね。もう一つの言い方があるので、これちょっと放送で言えないんで言いませんけど、そうなの、何あるフェイスブックの方が今日は、あ、そうなんですか。6と9を合わせて、ちょっととんでもない日というふうに言ってたんですけど、もしかして言えないんで、放送では言えないやつでしょ、はい、絶対言えないんで、これ言いませんけど、とりあえず6の日のかけましょうね。民進党のマーク見てませんか、はいはい、そうです、そうです。はい、ちょっと待ってくださいね。そういうことですね。この6の日のこの曲なんですけど、はい、誰もが知ってる。はい、もうエレキギターを持つと必ず最初に弾く曲。うん、はい、ガットギターを持つと禁じられた遊びを弾くように、エレキを持つと必ず弾くイントロ、はい、誰もが知ってるイントロから始まります。わかりました。ロックの日ですからね。じゃあやりましょうね、はい。とりあえず聞いてみてください。はい。はい、知ってるでしょこれ。申し訳ございません、はい、途中でね切らせていただきました。いやいや、もう本当にロックのファンの人、申し訳ございません、フォークのファンの方、申し訳ございません。はい、旅の宿でした。そうですね、ロック旅の宿、はい、誰が歌ってるか分かりません、分かんないんだ、石田拓郎さん、申し訳ございません。でもこれ CD があるんですよ、 CD がこういう、ね、ロック22歳の別れとか、ああそうなんですね、ロック、
ロック夢の中でバージョンというか編曲したやつがあるんだ。有名な曲を出して、うん、はい、これにこう絡めてみたいな、ね、これ全部そのイントロ一緒なんていうか、ダンダン、うん、あ違う違うのは違う、ブラックナイトの曲とかダダ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 はい、さあ時間も時間です。次のコーナー行きたいと思いますね。そうですね。じゃあここから始めようかな。はい。はい。コーナーその3、これメインですよ。沖縄県議会議員選挙の総括と参議院選挙について。はい。ね、この度。はい、いや今度の選挙どうでした、予想通りですか。なんか予想以上に、うん、なんか小長知事を支える人が票取っちゃったかなっていう感じはしますよね。本当ですよね、いろんな事件が、ねね、あの追い風というか、そうです、ね、本当に、ね、バッドタイミングとか、うん、そうでしたよね。まあこれ宜野湾市の放送局なので、うん、宜野湾市区で言うとですね、はい、現職の方が一人落ちました、うん、あ落ちましたね、はい、うん、中道って言われてた人が落ちましたね、小谷博さん一、うん、人落ちて、あ新人ですよ、社民から宮城一郎さん、なんかねバット思ってましたけどね、はい、バット思って、あなるほどなと思ったんですけど、前回あの宜野湾市は革新同士で票割れがうまくできなくて、うん、新人候補の人がたくさん票を取りすぎて、うん、市議選の時に2人ベテランの革新の方が落ちたんですよ。あそうなんですね、うん、今回もだからもしかしたら宮城さんがこの荒垣清涼さんベテランの革新の方の票をごっそり持ってって、うんはい、もしかしたらと思ったんですけど、今回はちゃんと票分けっていうか票をちゃんと割ってですね、うまくできたんですね、お二人とも当選しました、うん、なるほどね。そして、はい、やっぱり遅延欠員ですよね、うん、宮城一郎さんっていう方は、うん、大山に、うん、おじい様が大山県の出身で、ほうほう、大山の伊佐光雄さんの票がそこに流れたと。伊佐さんといえばね、なんか変な文章が流れてましたね、先週ご紹介しましたけど、怪文書ご覧になりました、ね、知ってます、はい、出てましたよね、フェイスブックにもね。そうですね、あれはですね、はい、あのうちにも来てたんですけど、うん、伊佐事務所から電話があって、はい、回収しに来ますと、はい、だからもしかするとこれ全部回収して数を調べる、あれ犯罪ですからね、これからもしかするとね、うんうん、告訴っていうか、うん、なんかありますよね、あれ完全に人格とか相手をね、ちょっと人間性を否定してもちゃんと名前書いてましたよね、うん、名前と住所も電話番号も、へえ、書いてましたよ、そうかそうか、びっくりしました、うん、ちゃんとじゃあ回収に来るんですね、うん、まだ来てない、ね、ただですね、この今度の参議院選挙で宜野湾市区っていうんですか、宜野湾市がまあなんていうんですかね、うん、革新地盤ではないっていうか、はい、こう保守が増えるんじゃないかという予想ができるんですけれども、うんうん、例えばこの荒垣清涼さん、宮城、はい、あの一郎さんね、この革新のお二方の票数の、うん、なんですか、二人合わせた、ね、票数が16,405、16,405、はい、なんですよ、うん、で、はい、あの松吉正義さんね、トップで、うんはい、当選した自民党の松吉正義さんと、はいはい、惜しくも落選した伊佐光雄さん、うんうん、そして中道の小谷博さん、うん、この人保守系ですからね、もともと保守なんですか、保守系なんです、もともと下地幹郎さんとご一緒でした、あ下地さん、ね、今分かってます、保守というか、ね、保守系なので、まあね、はい、このお三方の票を合わせると、はい、21,572 と、はい、票差が5,167、保守がこれ宜野湾市長選挙のあれ似てますね、似てますよね、数がね6000でした、6000ぐらいですね、うん、ですから参院の時にはもしかすると保守の票が、うん、上回る、宜野湾市の場合 ね、うん、上回る可能性があるということですね、まあ、投票率がねあまりにも低いからですね、うん、そうなんですよ、これ上がらないとね、そのあちらの革新の票、革新の票ってそんなにこうなんて変動しないから、そうですよね、投票数上がれば保守の方が強いんですよね、うん、そうなんですよね、だから 60% 保守ですよね、やっぱり ね、やっぱ 60% は最低ね、今回何パーぐらいでした、53弱かな、53弱ぐらい、うんですよね、それで
ちょっと上がったんですよ、前回よりね、ポイントはね。うん、一応、ちょっと。ちょっとだけね、0.なんとかとか。ね、あんなにニュースでさ、だからその、ね、事件のあれはやるくせに、うん。うん、上がらないの？上がらないんですよ。選挙のね、しかも今回からほら、マイクもうちょっと。うん、今回から18歳以上、高校3年生の誕生日を迎えた諸君、うん、はい、あとは大学生、すべて、これインターネットがね、やっぱり若い人がいますから、ね、ぜひとも投票に行かれてください。ね、小池さん、どん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 発言してください。いいですよ、小池さん、どうぞ。遠慮しないでください。言いたいことバーンって言ってください。はい、あ、もう どこ行ってもいいよ。選挙で、今回 の県議会選挙で一番気になったのが、はい、無所属の議員の数が多いっていう。沖縄って48議席ある中で、うん、今回13名無所属で当選したんですね。そうですよね、うん、これだけ無所属が多い県議会って他にないですね。他の県にはないですか。珍しいですね。他の県だと、うんうん、もう無所属の人0人というところが9県ぐらいありましたし、あ、なるほどね。もう沖縄だと4人に1人が無所属っていうことで、うん、無所属系が無所属の議員がやたら多いっていうのことと、あとその無所属の議員の中で13人中12人が、うん、あの与党議員っていう扱いで報じられてるんですね。ですよね。そもそも無所属の議員が与党議員扱いされるってこれってなんか変じゃないかなって。そうですよね。隠れ、ね、民主党、隠れ民主党が女みたいな、ね、そうですね。なんかはっきりしないな、うんうん、所属してるけど無所属、うん、そうなんですね。どうなんだろうね。面白いですよね。非常に言わないってとこ。諸派っていうのは何ですか。諸派、諸派っていうのはモロ派とかで諸派、うん、っていうのは、まあ、小さな団体っていうか、まあ、取るに足らないというやつね、属しているっていう。なるほど。で、あの政党に所属している議員で、あの与野党別見ますと、うん、あの与党の議員はあの15人で、野党の議員は20人で、うん、野党の方が上回ってるんですね、うん、政党に所属している議員から、うん、そうですね、はい、自民党さんのことですからね。ただ非常に不思議な、ね、構図ですよね、まあ、異常なって言っていいのかどうか分かんないけど、無所属の方って何ですかね組合何でしょう、無所属、まあ、尾長知事を支えるというの、いうのであって、うん、既存の政党に属するのはちょっと嫌だっていうのであれば、うんうん、あの会派とか、うん、地方の会派って組むはずだと思うんです、ね、例えばあの、うん、大阪維新、まあ、大阪維新は政党ですけども、うん、はい、あの地域の政党であれば何々県維新の会とか、うん、そんな名前で会を作っているところありますから、うん、すね、やっぱりそうしないと有権者はね、やっぱり基準を非常にぼかされるというか曖昧にされる感じですよね。特にあの沖縄に越してきてまだ数ヶ月とか1年ぐらいの方って、そうですよね、そんな議員の情報って、うん、全くないですかね、ないです、ないです。もしかしたらちょっとあの自分は、うん、あの尾、うん、長県政に反対する票を入れたつもりでも、尾、うん、ね、長、知事にベッタリの候補に入れてしまったというケース、うん、それありますね。それどれぐらいあるのかが気になりますね、うんうん、狙いかもしれない、ね、そこはやっぱり、ね、そういう曖昧な感じ、うんうんうん、あ、確かに。今度から、ね、小木さん、若い、ね、新しく18歳以上の方がこう選挙に、ね、行かれるじゃないですか。このどうすれば若い人たちはこう積極的に投票に行かれると思います、うん、はい、行ける環境というか。そうですね、まず若い世代よりもその若い人の親の世代ですね。あ、なるほど、うん、親の世代がきちんとあの投票に行くようになれば、うんうんうん、あの子供たちもその親の行動を見て、そうですね、自分も行ってみようかっていう気持ちになると思いますね、うんうん、確かにそうですよね、一緒に行けばいいんだから ね、 ね、最初はね一緒にね、うん、行ってほしいですけどね、うん、まあ、今回でもその情報量というか、結局若い人たち、10代の子たちの情報、まあ、新聞じゃなくてね、その SNS というか、インターネットとか、Facebook とかから取る可能性が一番高いので、多分その今おっしゃった親の方の世代とは全く違った判断をする可能性がありますよね。うん、どうなんでしょうね。あと学校とかね、うん、どうしていくんでしょうね。うん、ね、うん。ありますね。そこはね。面白そうだけれど。どういう学校で、ね、
選挙の教育をしているのかちょっと楽しみでありますけど、ねえ、沖縄ちょっと怖いですけどね。沖縄の場合、沖縄の学校って何を教えてるかっていうのは、何してくかだよ。結構やばそうなところ。今日なんか SNS でありませんでした？沖縄国際大学のなんとかさんっていう。ありました。沖縄国際大学で知念なんとかさんっていう知念あの動物の名前のもうさんの、あ、そうなんですか、あの講義でね、なんかあ、その方抗議してるの、あ、そう、これ結構帰国でやってて、それでなんか基地反対かなんかのなんか温めたですよ。あ、そうなんですか。 SNS に載ってましたね、Facebook に、はい、そうなんです。あれはもう誘導行為に近いですね。そうですよ ね、明らかにね、いかがなものかという特定の、多分講義の電話が行くと思います、向こうの大学に。ああ、でしょうね。それはもう大学中ではちょっとやまずいでしょうね。最近はほら、シールズっていう団体が、シールズ、うん、ありますね。沖縄にもありまして。この前あの、タイムズにね、載ってましたね。載ってましたよね。はいはい。ネイビーシールズとは全然関係ないんですよね、あれは ね、 シールズはね。これちょっと読んで、非常に僕はなんかちょっと不思議な感じがしたんですけども、カリンちゃんにちょっと後で若い世代の代表として、まあ、小木さんもそうですけど、みんなお二人とも30代なんで、うん、ちょっとこれ紹介してみましょうね。はい、6月2日のですね、沖縄タイムズ の、うん、あの新聞のですね、13面に載ってるんですけど、はい、女たちの目ということで、元米兵女性遺体遺棄事件に関して、まあ、これずっと連載ですかね、多分。連載ですね。この7回目なんですけど、シリーズ琉球、明王大学4年の玉木愛さん、可愛らしい女の人ですけど、この方のインタビューを、載せてるんですね。で、ちょっと読んでみましょうね。はい、地元の同世代の女性が犠牲になった事件を知ったとき、何を感じたか、この質問に対して、女性が行方不明になった直後から、うん、うるま市の地元では防災無線で情報提供を呼びかける放送が流れていたが、まさか米軍絡みだとは全然予想していなかった。同世代で言葉にならない怒り、悲しみ、怖さ。私も夜にウォーキングしたり散歩したりする、人事じゃなくて私だったかもしれないという当事者意識がある。子供や女性が犠牲になるような事件がこれまでもたくさんあった。知識として知っていても実感として分かっていなかったんだなと思う。自分たちの生活や人権が軽視されると感じている、うん。次の質問で、事件が繰り返される背景に何があると考えるか。これに関して、国内の構造的な差別をどうにかしないといけないと思う。構造的な差別ですね。沖縄は表面的には憧れの場所で、沖縄出身といったら個人的には差別されず、むしろ人気者だが、歴史や政治の話になると、沖縄しかないよね、お金もらっているんでしょとなる。沖縄への差別がまだまだあると思う。差別ですね。差別って言葉を使ってます。で、次の質問ですね。身近な同世代の反応はどうだったか。悪いのは容疑者で米軍を批判するのはおかしいと言ったり、事件の内容が分かっていないのにメディア批判や基地反対派叩きに走ったりする人が多い。戦後、基地があることでどんな事件があったのかしっかり学ばれていないし、認識されていないし、学ぶ機会もない。議論する場もない。軍隊は悪くないと米軍基地を正当化する政策に完全に引っかかっているのではないか。歴史認識というか、自分たちが差別の構造の中にいるという認識に欠けているとも、ここにも差別出てきますね。で、最後の質問で、この事件とどう向き合うか。今、本質を見つめてどうしていくかを考えるか、個人に責任をなすりつけて軍隊の本質を見失った社会の中で人権や命が軽視されながら生きていくのか。10年後、20年後、結果は大きく違うと思う。事件は私自身にとってとても大きなことだった。向き合わないといけない責任の重い問題から目をそらさずにいたい。ということですね。まあ、今、差別、はい、それから沖縄の構造とかいろんな言葉出てきます。カリンちゃんどうですか、これ聞いて。これ聞いて、うん、ね、なんか率直な感想。ね、悲しくなってくる。違う意味で、だから、うん、ねえ、ごめんなさい、私この方の言ってることよくわからない、うん、わからない。差別、差別ね、ちょっとわかんない、この人何言ってるか、ちょっと小木さんどうですか、30代として。
いや自分もわからないですちょっと待ってっていう話ですよ、うんうん、ね、あでもあそのあその方の周りにやっぱりこの、うん、なんだ、うん、基地反対派の人もいるし、うんうん、そのちゃんとあのなんだ事件をちゃんと知らないから、うん、この軍人が悪いわけじゃないよって言ってくれる人がいるってことは良かったですねっていう。沖縄が差別されているというまだまだあると思うんで、これちょっと僕よくわからないんですけど。全くわからないです。ね、差別されてるということになると、うん、何を差別されてるんですか。あれじゃないですか。イカス交付金がある。ああ、お金いっぱいもらってる。いっぱいもらいすぎ。もらいすぎ。差別。それ差別。もっと他の国にももらいすぎてよかったねという。そうそう、ね、どうしてこの子はこういうことになっちゃったの。でもこの人はこういうそういうに、ね、論点とはちょっと違いますよね。違いますね。これって逆の意味。被害者しかバリバリですよね。ですよね。被害者ということが、ね、最近この子がやっぱり全基地反対の女性陣の中の真ん中でこう発言するように、ね、広告塔みたいななるんですけど、そのお隣に座ってる方々はもう本当にね、いつものカタカタですよね。小池さん、小池さんなんか、なんかこう、こう前のめりになんか言いたいそうな感じ、なんか前のめりですか。こういう感じで、はい。狩俣信子さんとか、ちょっと言ってくる、はい、高里鈴代さんとか、まあ、江戸和恵子さんとか。なんだろう、こんなに被害者一貫になるのかがわからないな。真ん中に周りから言われて、こういう考えになったの、わからん。僕はちょっと非常に不思議な。明王大学の学生さんなんですよね。学生ですね。確かね。はい、名護ですよね、名護ですね、はい、なんかあのそういうふうに文章書けば新聞に載せてくれるから名前を売りたいんじゃないかなって。なるほどね、そうなんですかね。思い浮かばないです、ね、あの今のところ琉球シールズは共産党 の、 あの影響を受けてないというふうに僕は聞いてるんですけれども、なんかでも車が一緒だったっていうのを言いました。ナンバーが一緒です、ね、ナンバーが一緒で車体のデザインだけ変わって大宮ナンバーですか、うん、もしかすると外線か、はいはい、うん、立派な、で立派なでっかい、よく名護市長選挙出ますよね、あのでかいやつ、ね、うん、出ますね、うん、だから結局着替えてるけど動いてる人は一緒みたいな、服が違う、うん、あ、なるほど、はい、それだけみたいな。そうですか、うん、もう一つちょっと聞きたいんですけど、この基地がまあ悪いのは容疑者で米軍を批判するのはおかしいということをこの人は言ってますけど、あ、うん、というと言ったりとか言ってますけど、うん、この米軍、まあもちろん米軍がいるから、この米、まあ元米軍というか、うん、まあ軍属でも正式に言えば軍属という言い方も違うという。民間人ですね。民間、本当民間人ですね。うん、あの、新里というのお名前ついてますから、まあデリケートな部分ではあるんですけど、極端ですよね、これはどうですか、その。じゃあ元教員が事件を起こしたら、学校やらない、学校にでも行くんですかね。元警察官がたら警察署に、ね、行くのかっていうふうに。他の組織には厳しく、米軍には厳しくて、うん、自分たちと考えが同じ人には甘いと思いますね。それはありますよね。先月那覇であの中核派の人間が逮捕されたじゃないですか。ありましたね、はいはいはい、その時あの逮捕者が出たから、じゃあ中核派はみんな悪いっていう風に言ってたっていう話は聞かないですね。全く聞かないですよね、あれね。そうなの、全く聞かないの、うん、ない、すごいね、それはそれですごいね、うんうん、お前らが差別してるんじゃないですか、うん、だからこれ逆差別の構造なんですかね、ちょっとだからこれ本当に読んでほしい。あなたが差別してるんじゃないですか感じの若い子たちがこういう考え方になるっていうのはやっぱり一つの教育のもね問題なんですかね。ただね、この一連の、うん、なんていうんですかね、あの事故、うん、事件、うん、で、まあ、ロシアは来るわ、うん、ね、ね、中国海軍は来るわ、海軍来ましたね、ついにね、セルラスタジアムは使うわ、はいはい、高校野球をね、うん、押しのけて、そう、あ、そのだからあれでしょ、その事件の県民大会みたいなのがやるんでしょ。県民大会を今月の19日、父の日だよ、19日に行われるんですけれども、はいはい、親山日報載ってます、はい、県民大会の会場変更をって、うん、こう高校球児が19日にセンタースタジアム、ね、スタジアムを使う予定だったのが、はい、そのお隣で、うん、この何ですかこれ、うん、オール沖縄の集会が行われるということで、結局混乱になるということで、高校野球もセルラーを使わないと、その日は、うん、せっかくかわいそうですね、その日の高校生、沖縄で言えば甲子園ですからね、うん、高校球児のプロ野球も使うんだもんね、一番の球場をこの県民大会のために使えないのはいかがなものかというのを石垣市の市議会が、うん、出しました。
でこれは、ね、あの、ま、今日のタイムスに載ってましたけど富城も、あ、富城も市議会、さすが義母市長。やっぱでもね、沖縄の本当に人、沖縄の高校生のその親御さんとか大人たちにしてみれば、これはやっぱりその高校生たち1回しかないですかね、年に。そうですね。なぜ19日にやるのかっていうのは、もういかにも選挙、そうですよね、絡み、22日でしたよね、公示がね、選挙絡みですよね。そうか。ではなかろうかと。野球は球場でしかできないんですけども、あの県民大会は他でできますからね。他の場所いくらでもね、ありますからね。前の 5.15 みたいに新都心使えば、ね、やればいいですよね、と思うんですけどね。やるなとは言いませんけど、そうそう、やるなとは言いませんけれども、はい、会場をねちょっと考えていただいてですね、だからあの離島から来た球児なんて、一般大野山が使い勝手いいわけですよ、ですよね、空港からも近いし ね、 空近いしね、子たちがね、違うね、球場に行かされてちょっとかわいそうですよ ね、はい、ですね。さてでは参議院選挙のお話をしたいんですけれども、はい、今度のね、はい、出馬予定者が、はい、予定者ね、あの島尻さん、島尻愛子さんと、はい、伊波洋一さんと金城達郎さん、6回目じゃないですか落ち続けてますね、頑張ってます、落ち慣れしてない、素晴らしいですね、落ち慣れて落ち続けて、それでもやっぱ出てますね、まあでも正論ですよね、いつもね、あの安全保障に、あ、そうです、あの方にしか言わないことがあるので、他の政治家絶対言わないことを言いますね、はい、で八重山日報では、はい、あのその参議院選に出馬するであろうという政治家さん の、うん、あのインタビューがちゃんと出てるんですよ、あ、そうなんですね、これ島尻さん、これは昨日、あ、そうなんですか、今日は達郎さん、あ、毎回1回ずつ乗ってます、で、あの伊波さんと、はい、乗りますので、じゃあ次回は伊波さん、大山日報いい新聞ですよ ね、 ね、本当にやっぱりね、きちんと本当に、あの正しいとは言いませんけど、きちんと報道してくれる、必要な、これが新聞ですね。で、比例代表というのが参議院の場合は、なんか2回票に2ついるんでしたっけ、はい、名前というか、比例代表と選挙があるんですよね、確かね、2つね。選挙区と比例代表あって、比例代表には、はい、ボギーテトコンさん。ボギーテトコン、1回来ていただきましたね。本名、デトコン康則さん、はい。これ、どっちでもいいんですってね。あ、そうなんですか。ボギーって書いても大丈夫なの、いいんじゃないボギーでも大丈夫なんですか。どうだろう。テトコン康則さん、テトコンさんね、パーソナリティの、はい、これから9時から始まる、この後、ね、10時から始まる、FM まあ、他局ですけれども、もう AM21、浦添ですからね、そうね、こっちまであの電波届かないので、はいはい、浦添方面の方々は、ぜひとも10時 の、 あのワンヌームイ、FM21 の、全国的に有名ですね、そこのパーソナリティのテトコン康則さんが、今度、はいはいはい、比例代表で。出てらっしゃって、そこのレギュラーコメンテーターが小木さん、はい、こちらの方でございます、ね、今日はね、はい、はしごですよ、ね、来ていただいて本当にありがとうございます、全然違うでしょ、あっちと21とこっちはね、こっちはすごい海は見えるわ、ね、あ、そうそうそう、見えるわ、綺麗ですね、そうですよ、はい、だからね、ここなんで閉めてやるのって、うちの番組だけ開けるんですよ、バーってオープン、ね、普通は閉めてるんですね、本当は向こう見て、はいはい、あ、でもこうね、海がね、いいですよね、もうちょっと時間もそろそろですから、あ、そうですか、まあ、で、まあ、テトコンさんだけじゃ、だけじゃないですよ、はいはい、まだまだ、はい、今井恵理子さんが、あ、ね、スピードのエリちゃん、ね、自民党から、うん、はい、ね、32歳自民党から、若いね、若いな、うん、でもう一方、はい、ギブ剛さん、ギブ剛さん、ちょっとよくわからんですけど、なんか格闘家みたいな名前だね、はい、ギブさん元金の町長の方が大阪維新から、ああそうなんですね、出られるということで、はい、なるほど、これはもうね、うん、楽しみですよね、この選挙は、うん、ね、もう近所行くとあの、うん、ギブさんのポスター至る所にやってます、あ、もうですか、ですね、違反ですね、それはね、ちょっと違反といえば違反ないですからね、上りも立ってますよ ね、 ね、いっぱい、はい、いっぱいありますね、はい、ゲート前で、はい、はい、ということで、はい、ま、もっとなんか、あ、中国の話をしないと聞けない、ね、もうこれはね、うん、県民集会開いてください、はい、中国海軍、ね、領海侵入なら、はい、相応の対応すると、はい、これあれ早かったですね、対応、日本政府は、あの今回は領海じゃなくて接続水域に入った EZ だったか、はいはい、はい、なので、はい、まあ、一応はねあれなんですけれども、でもこれは海軍ですからね、そうそうそう、いわゆる向こうの、うん、で民間じゃないですからね、何でしたっけ、佐伯さんでしたっけ、その、うん、外務省の、うんうん、呼び出して向こうから大使を、中国の夜中の2時に、うんうんうん、当たり前ですよね、呼び出して、うん、夜中でしたよね、うん、確かね、あれはね、1時半ぐらいから壊れして、うん、3時半とかそれぐらいまで、何やっとんだみたいな、うん、
そうそう、いい加減とか遺憾ですという言い方はやめてほしいですね。そうですよね、毎回思いますけどね。もうそれを連発するのは遺憾ですよね、本当に。素晴らしい、出ましたよ、ナイスフォローでありがとうございます、うん。はい、まあ、これはでも本当に号外が出てもいいんですけれども、うん、号外が出たのが何、産経だけ、うん、沖縄、本当なんで出ないの、浜口知事も何も言わないですよね。なんで何も言わないの、身内にはやっぱ甘いんですかね。おかしいですね、うん、共産党の中身さんがね、あ、黙り、今日はあの今日はもうあの紙面の締め切り後だったっていうこともあるので、今日はいいとして、はい、明日の紙面に大きく載っけないと、ね、そうですね、これ乗るか乗らないかによって、ね、明日紙面にドーンって載せない、ね、あ、八重山日報絶対乗ると思いますよ、はい、それは、うん、ね、当人なんだから。そうですよね、中山さんはちゃんとね、ちゃんと出てましたもんね、やっぱりね、それが当たり前ですよ、沖縄にとって大事件ですから、ね、あと SNS にあったプライムニュースで赤嶺政権さんが何でしたっけ、中国の脅威について反町さんが、ね、聞いてたら何でした、何か言ってましたよね、もう脅威なんて考えられないみたいな、はい、でも、まあ、それは身内でだからね、以前にも別の人が言ってましたよ ね、沖縄の知事を務めていたあの方も、うんうんうん、太田さん、うんうん、正秀さん、まあ、糸数さんも言ってましたよ、ね、糸数さんも言ってましたね、言ってた言ってた、皆さん中国は脅威じゃないそうです。だからミサイル乗っけてんでしょ、うん、それ、うん、ね、軍艦だもん、うん、フリゲート艦だ、うん、脅威じゃないんだ、へえ、ね、本当に、まあ、仲間なのかしら、じゃあ、え、よもや仲間、仲間でしょ、ね、考え方が一緒ですか、ね、はい、うん、仲間だと思いますよ、ね、はい、ここでロシアが入ってくるのがまた、うん、ね、面白いですね、ですよね、はい、今日青山さんが、うん、あの、うん、虎ノ門で言ってましたよね、そのロシアと中国の、ね、話がね、ちょっとね時間がごめんなさいね、51分過ぎたので、ちょっと、ちょっといきなりも CM いきましょうね、すいません、うん、ごめんなさいね、はい、アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身、月額3980円で使い放題、飲み放題、フリーダイヤル0120-81-0432、はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで、あー、おいしい。バイリンガル教育の PGB スクール、学力としてレギュラーは英語です、愛の力による子供たちの未来を想像します。北谷町北前リージョンクラブ交差点に今日も元気に開校中です。いやー、もうすいませんね、小木さんもね、いろいろお話を鍛えたいんですけれども、あ、なんか喋ってるぞ、あ、なになにこれ、もういいよ、よそ見しないで、はい、はい、行くよ行くよ、あのね、お知らせがありますよ、はい、婚活パーティー、うん、6月19日にですね、ライブハウスモッツにてカップル続出中、お、うん、これあの FM ギノワにまだ行ってないんだけど置いときますので、はい、調べてください皆さん、はい、あの参加費男性4000円で女性が3500円、はい、なんとこの、うん、ね、チラシを持ってきますと500円オフだよ、はい、うん、500円でございます、はい、これ私 の、 あの友人の奥様がこれを仕掛けてましてですね、うん、はい、あ、そうなんですね、すごくいいあのあれみたいですので、はい、もしよろしければ6月19日、はい、あれ、お暇な人が6月19日の県民週間に行かないで、あの、はい、これに行ってください、そうね、14時からね、はい、2時からでございますよ、はい、午後の早いね、はい、2時からだったらね、健全、はい、ね、健全、こう、うん、カップリングパーティーか、カップリングターパーティーインチャタン、インチャタン13回、すごいですね、もう13回目ですね、結構やってるんですね、うん、はい、職業限定婚活、はい、職業限定、うん、そうですから、ちゃんとした感じのね、うん、婚活なので、なるほど、これはなんか期待できそうですよ、よろしくお願いいたします。はい、さて、じゃあ未来さん、はい、マーメイドはどうなった、マーメイド、うん、どうなった、マーメイドの2人は、今ちょっとやっぱお客さんが少ないということを聞きました、うん、そうですか、やっぱりね、ドーナツを本当にこういつもいつも食べるという習慣はなかなか日本人にはないので、うん、もう一つは告知効果もありますし、まあ、この番組ではちょっと影の、なんていうか応援隊として、うん、マーメイド新しいの美味しかったですね、美味しいですね、うん、毎回毎回新しいのを食べていただいて、ね、皆さんぜひ行ってみてください、はい、あと焼き鳥屋さん、この裏の後ろの、ね、1000円で焼き鳥5本とビール3本、ね、はい、3本ビール3本に焼き鳥5本で1000円、1000円、はい、
まあ、ビール発泡酒かもしれませんけれども、焼き鳥屋さん、ここもよろしくお願いいたします。そうですね、ローソンの、はい、この、うん、FM ギランの前 の, の元気な、元気なお姉さんがね、いらっしゃいますよ。いますね。はい。はい、そして、はい、テンマフライトラインフェスティバル、残念ながら、はい、延期になりました。延期になりましたね。はい、今週の土日でしたけれども、うん、延期です。うん、さて、はい、既存のマスコミが放送しない沖縄の声をこの番組では取り上げていきたいと思いますので、はいでねはい、特にサイレントマジョリティと言われている方々、はい、どんどんメールをください。お待ちしております、ねはい、さて、はい、今日の、はい、いかがでした小木さん。いや初めてだったんですけどね1時間あっという間ですね。あっという間でしょ、もうね本当にもっと喋っていただきたいけど FM21 はもっと人がいっぱいいるので、うんるね、もっとあっという間じゃないですか。向こうもね一言二言とかいう感じですよね。あっちの方はね、そうです、向こうはほら小木さんがバーって喋る、ね、あそうですねとか、はーとか言ってたら終わってしまいそうな、うん、なるほど。さああと放送事故もありますからね、はいはい、あそうなんですよ、はい、そこは、はい、そうなんですよ、はい、だからうちはね、はい、あと終わりますよ、終わりますよ。では、はい、では、なるさん、はい、未来さん、カリン、はい、コギーでした。はい、声優、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。ああ。駆け足。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。全然流れなかった、はい、今日は。では、移動、素早く移動お願いします。あ、すいません。USB カードをちょっと入れていただけるとありがたいです。